秉県は中華人民共和国官祝焦貞、西四彩南端に位置する県。以前は現在廃止された、武都地区に属していた。住民の97%が漢族で、海族、チベット族などの少数民族が居住する。秉県は、北緯34度07分から34度45分、統計104度41分から104度59分に位置する。 中国の南北の境界線神霊は、西端で南北二つに分かれ、敏圏はその分かれた北の方の中原に位置する。このあたり、製造高原の東の縁の地溝にあたり、北は、川と伊賀の分水嶺木砕嶺、ラザンに隣接する、オード高原の老中高原部分である。県内には、分厚いが不連続の、第四期のオードが分散して堆積する。南と東南は、 高河と長江の流域の分水嶺の鉱山地帯で、大へしゃげ張り、瓶河山の向こうは、四川盆地である。県内の地形は主に高原に属し、地表の区画は割と小さく、川谷は広く浅い。海抜2300から3000メートルの間の土地が大部分である。西部と北部は、川中流の中山広しや地区で川両岸の広い、球は良好な高地で、東部は、 山間の盆地で、伊賀の支流防佐賀上流、両伊下流域と、西関水の支流隅田山が流域である。気候は、寒さが厳しく湿潤、東から西へ向かうにつれ温帯半湿潤気候から、寒冷になっていく。年平均気温は、摂氏5.5度であり、1月の平均気温は、氷点下摂氏7.1度、7月の平均気温は、摂氏15.9度、 年平均降水量6 3 5トル。植生の保存状態は割と良好。戦国末期の旗により臨東圏が設置された。北朝正義の文定により逸学圏と解消、臨州が置かれた。明の後部年間が臨州守るに改め、真の幼生年間に再び臨州とした。中華民国が成立すると1913年に臨県と解消された。 真の頂上は、貧圏を、西の始まりとした。県内には、旗の頂上の遺跡が現存する。他に、馬屋洋文化、寺久保文化、聖火文化など文化遺跡6箇所を、斎藤の里と称する。秋代に建設された、県城の新武廟は、今も完全な形で保存されている。十五鎮、三郷を管轄、農作物は、小麦が主で、他に、洋麦、 裸麦、煙爆が少々。秋には空豆、ジャガイモ、トウモロコシ、オオシカコなどが取れる。経済作物は陶器、陶産奥義紅木などの薬草である。森林面積は56万ムー、草原は150万ムーを超える。牧畜業は発展途上にある。瓶圏の交通は道路が主である。カンカー航路、ビンナツ航路、ビンダイ航路といった。 幹線道路が本県を通る。2017年には乱油線が全通し、新たに乱州、重慶方面への鉄道ルートが確保された。便県と隣の東昇県の西北端は陶器の生産が盛んで、その質も量も全国一致である。便県の陶器栽培の歴史は1400年を超える。また、特産のすずりである、すずりは中国、 四大名券の一つと称される。民権人民政府編、民権県上、外京都、民権旅有資源、 https://web.archive.org/web/20060111091148/http://www.gswd.gov.cn/gsqy/mx//1.html。形 <oro> ht 成さを、敏検診長上意思考察。 http://www.chinagreatwall.orgslashdetailslashnewsdetail.jsp.info.id=11 億4万5千 506&cast.id= グレートオール2005年1月10日。未方南。敏県陶器的地理条件分析。地理学予告度研究。 第4巻第4期、34から38ページ。ビンケン http コロンスラッシュスラッシュ www.gogocn.com スラッシュアーティクルスラッシュ2五0 5 8 4 1 5 0 6 5 2 2 1 3 2 h t m ありがとうございます。